どうもドラマ考察 YouTuber です。今回秋ドラマもう1ヶ月ぐらいしたら始まるんですけど、ゆうさんなんか見ます？いや特にあの見る予定はないけど、なんかいいのあったりする？多分一番これヒットするんじゃないかなと思うのがエルピス絶望あるいは災いっていうドラマなんだけど、これあの長澤まさみが出演するのよ。はい、で、まああと前田郷敦って知ってる？分かんない。真剣佑の弟らしいんですけど、はい、あれと鈴木亮平が3人が今発表されてて、でこれ脚本とか演出家とかめちゃくちゃ金かけてるの。これフジテレビの月10で放送されるんだけど、フジテレビこう勝負かけてんのかぐらいの期待値で、でこのエルピスっていうのが古代ギリシャ神話であのパンドラの箱とかあるじゃん、あれの中身のことなのね。でまあそれが、希望が入っているのか、パンドラの箱の中に希望が入ってるのか、それとも災いが入ってるのかっていうのがドラマのテーマになるんだけど、でこの長澤まさみが演じるのがエナって主人公で、これ多分太陽テレビに勤める、元エリートアナウンサーって立ち位置なんで、スキャンダルが出てしまって、ちょっと出世街道外れて、で今はなんか深夜 MC1 本しかやってなくて、ちょっと落ちぶれてるみたいな設定らしいんだよ。でその後輩が前田郷敦が演じる、岸本拓郎ってキャラ で一応新米若手ディレクター、で、家がすごい金持ちでマイペースなキャラ設定らしくて、やっぱりちょっと仕事ができなくて、先輩にめちゃくちゃ怒鳴られてるみたいな。その鈴木亮平が演じるのがそのちょっと嫌な役なのかなって思ってたんだけど、これがなんか面倒見がいい先輩らしくて、この前田郷敦の、元指導担当みたいな、でこの太陽テレビのエース記者らしいんだよね。でこの3人で冤罪事件を追って、冤罪を解いていくみたいな、多分内容になると思うんだけど、すごい面白くない？いいね。で冤罪事件の方も脚本家が作った冤罪事件じゃなくて実際にあった事件をベースに脚本が作られていくみたいなんで、今後このドラマがスタートして回を重ねていくごとに、ちょっとその事件を調べてですね、考察を出していけたらなと思います。今回初投稿だったのでちょっと拙い締め方や始まり方にはなってしまったんですけども、ちょっと徐々に、今出ているアニメ考察者さんのようにうまくご説明できるよう頑張りますので、ちょっと元脚本家志望だったということもありまして、脚本家目線だったり、ちょっと違った視点からね考察をしていけたらなと思います。すいません、またよろしくお願いいたします。それではまた。